はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、自分を勝手に好きにさせるっていうお話をしたいと思います。まあ、その下にですね、あの、どう思われているかなんて考えないっていうことも書いてるんですけども、まあ、昨日のですね、動画ですね、まあ、たくさんの方見ていただいてコメントもたくさんいただいてありがとうございました。 で、その動画の中の、そのね、二つ、あの、パターンをですね、お話ししてまして、あの、その片方のですね、自己否定とか自己下まあそういうこともお話をしたんですけども、まあそのことをね、今回もうちょっと深掘りしてお話をしたいなと思うんですね。 やっぱコメントの中にも、あ、あの、自分がね、やっぱ自己否定してるんで、とか自己否定してましたって、まあ書かれてる方がいらっしゃったんでね、まあ本当にですね、自己否定とか自己下ってね、まあついついやっちゃうというか、もうそれがね、なんかこう当たり前のこの人生になっちゃってるっていう方多いと思うんですよね。で、私もですね、今でこそこうなってますけど、昔はですね、もう本当に自己否定、もう自己下もう自分に自信なんか全くない。 いや、あの人私のことどう思ってるんだろうあの人私のことを変に思ってるのかな私のこと嫌いなのかもなんてですね。ものすごく、その一つね、前の動画みたいに、頭の中で他人のことをいろいろですね、私も考えてた人間なんですよね。だから、今、それがまだ真っ只中の方のね、 気持ちめちゃくちゃわかるんですよね。の自己下とか自己否定されてる方っていうのはですね、まず相手の思惑をですね、あの一番に捉えてるっていうか生きる上でですね、あの人って私をどう思ってるんだろうか、あの人になんか思われたんじゃないか、それって全部まず自分のことよりも相手ですよね。相手の思惑を考えて生きてらっしゃるんです。 だって自分に自信がないから自分がまず先に来ないで相手なんですよね。他人なんですよ。で、その他人がどう思ってるかって考えてるんですけど、でもですね、それってあくまでもこの自分のですね、この脳で考えてるんです。この自分が今まで生きてきたこの思考ですよね。あと物事の捉え方、価値観、いろんな概念。 そして自分がずっとこ小さい頃から今まで生きてきた、この世の中だったり、まあ環境でですね、すり込みがあったり、思い込まされがあったりとかして、これってこういうことだって思い込んでるとかですね。それが自分の常識になってる。まあそれで物事を見てるんですよね、人間って。だからその相手が自分をどう思ってるかって考えるときに、自分のこの、自分自身で考えてるんですよ。 だから相手の思惑って言いつつも、相手の思考とか相手の価値観では考えてないんですよね。そこに気づいてないんですよ。私もそうだったんです。全部自分のこの自分自身で考えてるんだけど、それがあたかも相手がそう思ってるって思っちゃうわけなんですよね。だからまずそこに気づかないとですね。あ、そうなんだ。私が、 あの自分が、この自分自身で相手がどう思ってるかって想像してるだけなんだっていうことにですね、そこにまず気づかないと、あの本当に延々とですね、それをね、やり続けるだけなんですよね。で、その赤の他人のその目の前にいる人は、いや、実際私がね、この自分が想像した通りのことなんか考えてないんですよ。だって赤の他人なんで。 あの思考とか捉え方とか価値観とか思い込まされとかすり込みが全然別々の人間なんですよね。だからそこに気づけば、それをやる必要がないっていうことに気づくんですよ。あ,あの人どう思ってるかなって考える必要がないんです。もともと不毛なことなんです。いや、だって他人のですね、脳みその中なんか、自分がわかるわけがないんですよ。その人じゃないんで。 なのに、まあ、人間ってですね、もう本当に昔私もそうでしたけど、自分が考えているのがその通りだと思うんですよね。あの人なんか今私をね、なんかスルーしたから、あの人私のこと変に思ってんのかな、無視してきた、とかね。 いや私のこと嫌いなのかななんて勝手にこっちがですね、いろいろ考えてる。それ全部自分の脳で考えてるんですよね。で、その相手はですね、別に自分をですね、あの、この私をね、無視したつもりもないっていうこともあるんですよ。たまたまその、あの、他人がですね、私の目の前をスルーしていった時に、何かその人がなんか他のことを考えてて、私に気づいてないってこともあるんですよね。 なのに、この自分は、この私は自分がめちゃくちゃ大事だから、自分のことをもうめちゃくちゃ大切にしてるから、あ、なんかこの人私を無視したってすぐ感じちゃうんですよね。だからそれって自分がめちゃくちゃ大事だからこそ、もう過敏なんですよね。だから私もね、ほんとそうだったなーってね、振り返って考えるんですね。だから皆さんも多分そうなんじゃないですかね。 あの自分の思考で考えて勝手にこうね傷ついたり、まあ、いろいろ思惑をね想像しちゃって、まあ、もんとしたり、イライラしたり、そうやってやってるんですよ。まあ、そういうですね、意味がない不毛なことをし続けて、勝手に自分のメンタルを落としたり感情をね、もうね、あの上がり下がりしてですね、もうなんかこう人生ってなんか辛いなって勝手に思っちゃってる。もうあの人って何なんだろうとかね、なんで私のことをなんてね。 まあそうやってですね、日々いろんな人のことを見て他人を自分の人生に取り入れちゃってるっていうことなんですね。でですね、今回のこの動画でお話ししたいのはそういうことを踏まえてですね、あの人が自分をどう思ってるかじゃなくて、自分がですね、あの人から好かれるように仕向けるっていうことなんですよ。その仕向けるっていうのは勝手に相手が自分を好きになるっていうことなんです。それをですね、自分がですね、 あの人に私好かれるようにやらなきゃってやるわけじゃないんですよ。そういうことじゃないんです。今からお話しします。まずどういうふうにやるかというと、ただ今日一日をですね、自分のことに没頭して、自分のこの五感をですね、めちゃくちゃ、あの、いろんなことを感じて楽しむ。もうそれだけなんです。それをただひたすらやり続けてください。そうすると、おのずとですね、人から好かれるようになるんですよ。 それをですね、人から好かれるためにやるんじゃないんですよ。そういうことはもう一切考えずに、まあ、一つ前の動画みたいに、他人というものを自分の人生から一旦排除してください。あの人とか、ね、あの人が私のことどう思ってるかなじゃなくて、もう一切そういうことを考えない。もうそういう思考をやめる、今日から。 そして、ただ今日一日朝起きたら、今日何やろうかなあ,あれ食べに行こうかな映画見に行こうかな本屋に行っていろいろちょっと見てみようかなスポーツジムに行ってみようかあ今度の,あの週末ちょっと小旅行行ってみようかなあチケット買ってみようとかねパンフレットを見てみようっていうことで、とにかく自分のこの人生に没頭してください。そこに一切他人を入れ込まないでください。 それをねあ、ちょっと詳しく知りたい方は、まだあの、一個前の動画見られてない方は、そっちも見てからやってみてください。まあ、そうやってですね、自分のこのですね、あの、今日一日、この人生の今日一日だけを考えて生きるようにしてください。まあ、よく言われるね、まあ、今日だけのね、命だったら何をしますかって、まさにそれなんですよ。 あの人生ってですね、いつ終わるかわからないんです。なんかいろいろですね、そうやって他人のことを自分の人生に引き入れて、あの人がとか許せないとか、まあ、私なんかとか言ってる人たちはですね、まあ過去の私もそうなんですよ。過去の私もっていうことで。そういう人たちは、その今日一日っていうことを考えてないんですよ。今日一日の貴重さ、今日一日、もし今日の夜命が終わったらなんて考えてなくて、 まあ命は、まあいつか終わるっていうのは、まあ常識的にね、まあ人間はね、いつかね、命終わるよねっては分かってても、今日は考えてないんですよ、それを。いや、私は今日も目が覚めたから、まあ普通に起きて、あ、また今日も目が覚めてもう嫌だわなんて逆のことを考えてるんですよ。あ、また今日も嫌だなーって、またね、あの人に会わなきゃいけないのかなとか、まあそれで嫌なことをまず優先して考える癖なんですよね。 そして今日一日は、あの、当たり前に来てる。だからまた明日も来るだろうし、いや、一年後も私は生きてる。いや、五年後だって生きてるよって思っちゃってるんですよ。だから永遠だっていう感覚になっちゃってるんです、命が。だから、いや、もうこんなに嫌な気持ちを永遠となんかね、感じていけなきゃいけないのって。ああ、もう嫌だわーって、もうそうやって嫌だ、嫌だなんですよね。 いやでもですね、今日一日だって本当に真剣に考えたら、いや嫌だっていうその思考はどこにもないんですよ。私なんか全くないんです。いや今日一日だけを考えて生きてるんで、その中に、あい嫌だなとかね、ああもう何なのあの人なんてもう一ミリもないんですよ。だってもったいないからなんです、そういう負の思考が。だって命って永遠じゃないんですよ。で、せっかくね、この地球に生まれてきて、 まあね、そうやって言うとね、いや、私生まれてきたくなんかなかったんですよね、なんて言う人いるんですけど、いや、そもそも自分が降りてきたくて降りてきてるんですよね。まあ、それは宇宙の法則とか、まあ、原理原則とか、魂のね、ことで、まあ、そういう世界があるんですけどね。だから、まあ、自分がこの地球に降りてきて、いろんな体験したいと思ってシナリオを書いて、あの、生まれてきてるわけなんですよ。だから、あの、自分が選んできてるんですよ、そもそもが。 なのに生まれてきたくなかったとか、なんでうちの親は私を産んだのなんてそれものすごく見当外れなんですね。でもそれはもちろん私もそう思ったことありますよ。 だってそういう宇宙のこととか知らなかったんで、魂のこととか。だから、そういうね、あのー、世界のことを知らないときは、まあそういうふうな考えになるのまあ仕方ないんですけど、まあ今回この動画をね、見つけていただいた方、えまあずっとね、見ていただいている方も含めて、あ、そうだよなって自分がね、この地球に降りてきて、まあいろいろ経験しようと思ってやってるんだから、まあこのね、あの人生を目いっぱい楽しんでいこうってね、そう思えばいいだけなんですよね。気づいたときからやればいいだけなんです。もう過去 過去のことはもういいんですよ。過去はいろんな経験をできたってもうね、あ、よかったよかったって思えばいいだけなんです。だからそういうふうにこう命のことも考えて、まあ今日一日にもう自分をですね、もう本当に没頭させる。そうするとどうですか五感を楽しむってことは、ああ、これが美味しいね。あそこに行ったら楽しかった。景色が綺麗だ。 今はちょっと暑いけどね、ちょっとクーラーの効いてるとこではもうこれね、もう本当美味しく食べれて幸せだわーとかね。そうやって五感を目いっぱい楽しんで感じて生きる今日一日。そうするとどうですか自分の心ってワクワクしてるんですよ。ああ、楽しい、嬉しいなんですよ、心が。誰かのことを考えてない心、自分を否定してない心はめちゃくちゃ楽しくなるんですね。ということは自分の心が満たされてるっていうことなんです。 だって楽しんで、嬉しいとか、ああ、これ綺麗だなとかね、ああ、もうこれ、あの、体を動かして気持ちがいいなとかって、全部いいことなんですよ、感情的に。だから、いい感情を味わってるっていうことは、自分の心が満たされてるんです。そして波動が上がるんですよね。周波数が上がるんですよ。そうすると、もう自分自身がワクワクして、あ、楽しいってなるんですよ。 もう人のこと考えなくて自分に没頭するのはめちゃくちゃ楽しい。っていうことは、負がなくなるんですよね。っていうことは自分が輝くんですよ。顔つきも変わります、明らかに。私、昔のどん底の時の顔ってめちゃくちゃどんよりして、めちゃくちゃげっそりして、まあ、人相も悪かったと思います。だって、あの、母とかね、娘も言いますよ。もうお母さん顔変わったねって、なのか顔変わったよねって言われますよ。身内からも。 だから自分の心がすがすがしくなって明るくなってワクワクするとですね、いろんなことに気づいて感情的にならない。負の感情的にならなければ、顔つきがめちゃくちゃ良くなるんですよ。ほっこりするんですよね。そうすると他人から見て、あ、この人いいなってなるんですよ。顔が変わるから。そして顔つきもいいなって思われて、そしてその出している波動が明るくて、いいものを出しているから、 そういうものって引きつけられるんですよね、人って。あ、なんかこの人明るいな。あ、この人なんか生き生きしてるな。輝いてるな。いつも笑って楽しそうだな。ね。それってどこにも負がないですよね。負がない人って人から見て魅力的なんですよね。 で、その負がないっていうのは本当に負の感情ですよ。人としていろいろ考えるのはいいんですよ。人の感情としては。でもそれをものすごく負の方向に持っていかないっていうことです。そうすると人から見てめちゃくちゃ魅力的なんですよね。 例えば、私がすごくね、毎日楽しいんですよってね、あそこ行ったらあれが美味しくて、旅行にこの前行ったらね、こういうことがあって、で、ね、それで、あの映画はね、めちゃくちゃ面白くてね、こういうストーリーだったんですよ、なんてね。それで、私はですね、ってこう、自分のこの経験をいっぱい話して、それで何かこう、教えられることがあったら、こう、教えるみたいな。そうやって、こう、自分自身がめちゃくちゃ楽しいんですよ、私の人生って言ってる、この私がね、いたとしたら、皆さんどう思いますかってことなんですよ。あ、この人嫌だな、とか。 いや、この人とはもう関わりたくないなと思うか、いや、もっと話聞きたい。いや、もっとね、あの、なんかこう、実際会ってみたいとか、いや、なんかもっと教えてくださいよって思うかどうかですよね。どうですかってことなんですよ。だから、じゃあ自分がどっちになれば、自分は人からいいなと思われるかってことなんですよ。皆さん、私がもしね、このなのかっていう人間がこの動画でですね、いや、毎日毎日、負のことを話してたらどうですか まあ最初はねあ、この人何言ってんだろうって、まあ興味本位でね、ちょっと聞いてみても、それが毎日毎日、もう負のことばっかり言ってたら、あなんかもうこの人の聞いてるともう気分悪くなるなと思ってもう見なくなりませんかってことなんですよ。 私がね、こう、昨日ですね、ってもうね、ちょっとスーパーに行ったらこういう人がいて、いや、なんかめっちゃムカついたんですよね。もう皆さんそう思いませんかなんてね、誰かの悪口とか愚痴とか、不平不満とかばっかり言ってたらどうですかってことなんですよ。そして逆にね、あの、もう一つのパターンで、いや、私なんてもう全然ダメなんですよ。私ね、もうこういうとこがダメで、ってこう、ずっと自分のこのね、髭をね、ずっと話してたらどうですか皆さん。 私のこと全然ね、魅力に感じませんよね。あ、この人ってそういう魅力ない人なんだ、自分で言ってるからそうなんだろうな、なんてね。いや、なんか全然魅力感じないわって思いますよね、普通に。それが当たり前なんですよ。それが普通のことなんです。だから自分のことを否定したり、卑下してる、そういう生き方をしてたって、いや、誰からも好かれないんですよ。 だって魅力がないと感じられちゃうからなんです。だってその超本人、ご本人が自分をですね、否定してるからなんです。いや、私って魅力ないんですよ。私ダメなんですよ。私こういうふうにね、あの、うまくできないから、とかって、もう自分のこの魅力はないんですよって自分で周りに、まあ、口で伝えたり、まあ、オーラを出してる波動を出しちゃってるっていうことなんですね。 だから全くその人のことを周りの人が魅力を感じないんですよ。だから友達になろうなんてわざわざしませんし、恋人もなりませんし、いや結婚申し込もうなんて思いませんよね。だって自分のことをずっと指定してたら、これずっとこれね、聞かされるのかなと思っちゃいますからね。だから人間って、まあ本当にシンプルなんですけど、いや魅力がある人が好きなんですよ。 で、その魅力があるっていうのは特別なことじゃないんです。さっき言ったように、今日一日を目いっぱい楽しんでる人なんです。魅力がある人っていうのは。その人が自分の人生を楽しんでるっていうことなんですよ。で、自分自身にこの生まれたことを楽しんでるっていうことなんです。そこに負を入れてない。そして自分を否定せずに、誰かが自分のことどう思ってるだろうなんて考えずに、ただ自分が今日を楽しんでる人なんです。 だから、例えばですね、あの、自分が料理を作って、まあ、精一杯作ったんだけど、でも、なんかこれ美味しくないんじゃないかなって、こう、自分がその料理に対して自信がなくて、でも、じゃあ恋人がね、こう、来た時に、これを出そうか出すまいかって考えてね、でも、ま、せっかく作ったから、ま、出そうかなって思って出して、 でもね、ちょっとごめん、ちょっとこれね、美味しくないかもしんないんだよね、なんて言ってね。ちょっと味付けがさ、で、ここのね、それであのね、材料のこのね、玉ねぎがね、なんかちょっとしなびてた感じがしてさ、とか、でもね、もったいないから使っちゃって、とかって、その自分が出した料理に対して、全部否定のことばっかり言って出されても、その出された相手のその恋人はですね、え、これ自分食べなきゃいけないのと思いますよね。 へえって、これいいとこないのこれ美味しいとこないのってえ。美味しいとこも言ってよって思いますよね、普通に。それと同じなんですよ。自分のプレゼンなんです。自分のことをいい方向でプレゼンできてないってことなんですよ。私ってダメなんだ。私って魅力がなくて、こういうとこがこうで、全部否定のことを相手に伝える。 ね、私自己否定なんです。自己悲鳴の塊なんです。だから私ってダメなんです。魅力ないんです。って、口で言い続けて、そのオーラを出し続けて、それって自分にとって全く1ミリもいいことがないんです。じゃあどうすればいいかは今日1日を楽しむっていうだけなんです。今日1日を楽しめば、おのずとですね、まあ私みたいになれます。私本当に今日1日だけのことを考えて、そうやって生きてきたらこう変われたんですよ。 昔はめちゃくちゃどん底で真っ暗闇だった布団の中にもう本当に潜り込んで泣いてて、毎日病院の待合室にいた私がですね、今こう慣れてるんですよ。それは今日一日を楽しむぞって切り替えたからなんです。もう人のことは一切考えない。ただ今日の,あの自分を楽しむ。自分の人生を大切にする。今日一日のこの貴重さに気づいたっていうことなんですよ。で、他人がどう思ったって、まあいいやって。 だってその他人がどう思ってるか自分がねわからないから、全部この自分の思考でしか物事って考えられないから、相手の思惑なんかそもそもわかんないよな、私はってことなんです。まあ、そしてね、もしたまにね、自分の思惑が当たる時もありますよ。ああ、この人って私のこと嫌いだろうなって分かりますよね。そういう時ありますよね。それが当たってても別にいいじゃないですか。 この自分のことを嫌いな人がいたっていいんですよ。だって目の前に100人の人がいたときに、100人が全部このじゃあなのかを好きかどうかなんて、これ当たり前にわかりますよね。100人が100人、私のことを好きじゃないんですよ、世の中。ね、あの、2対2対6のなんかそういう法則っていうのがあって、まあ私のことをね、あの、まあ好きだなーって思ってくれる人が2割。 そして、いや、私のことも嫌いも、この人何なのって、もう、いや、もう嫌い嫌いと思う人が2割。それで、あとの6割は、いや、別にどっちでもない、まあ、普通っていうことですよね。いや、まあ、うん、まあ、いいんじゃないのって、でもまあ、そこまで好きじゃないし、まあ、普通だよねっていうことですよね。だから、それなんですよ。それでいいんですよ。だから、2割の、その、私のこと嫌いだっていう人は絶対的にいるんで、もういいんです、それで。 そのね、私のことを絶対的に嫌いと思う、そういう2割の人まで、いや、好きになってもらわないと私悲しいなんてね、思う必要がないんですよ。っていうか、思ったって絶対的に嫌いなんですよ。だって皆さんだって嫌いな人いますよね。いや、皆さんにも2対2対6ありませんか いや私だってありますよ。私、あ、もうこのね、こういう感じの人マジで無理っていう人います。そして、あ、この人は別にどっちでもないなっていう人もいるし、あ、この人めっちゃいいな、好きだなって思う人いますよね。だから自分だってそうなんだよっていうことをわきまえるってことなんですよ。 例えば会社のね、本当にごく少人数5人ぐらいしかいないね、あの会社があったとして、その中の5人に全員に好かれなきゃいけないとか、好かれないと私は悲しいじゃなくて、まあね、1人は私のことをよく思ってくれる。で、1人はめっちゃ私のこと嫌いな人がいる。あとの残りの3人は、まあ普通なんだろうなって、まあこのぐらいなんでしょう、人間って。 そういうふうにね、思っとけばいいだけなんです。でもですね、こう自己否定とか自己下が激しい人はですね、その5人の中で、たった1人でも自分のことをなんかこう無限にするとか無視してきたら、あ,あ、私のことをこういうふうにしてきた、この人ひどい、私悲しいって、あ,あ、結局私って人に好かれないんだってものすごくふうに捉えるんです。1人がそうなっただけでなんです。 だから、ものすごくネガティブで、ものすごくマイナス思考で、悲観的な物事の捉え方をしちゃってるんです。だから、それってですね、自分の人生に夢中になってないからなんですよ。負の方にばっかり思考が行く癖があって、自分を楽しんでないから、あの、感情とか思考がそっちにばっかり行っちゃってるっていうことなんです。だからですね、マイナス思考とかネガティブ思考とか、悲観的な思考の癖を直すには、ただただ今日に、あの、没頭する。 今日をどうやって楽しもうかを考えるだけでいいんです。それで実際にあの体験してください。楽しんでください。美味しいと思って、嬉しいと思って、面白いと思って生きてください。それで人生は本当に変わっていきます。 で、そうすると自分が輝いてきます。ワクワクしてるから、楽しいと思ってるから、そして負のことがなくなっていくから、プラスのことが自分の心に入ってきますよね。そうするとオーラも良くなるから、周りの人が、あ、この人いいなと思って、あ、この人って興味を持ってくれて、まあ、好きになってくれたりするんですよ。 だから、今回の動画のタイトルみたいに、勝手に自分を好きにさせるっていうことなんです。自分から一生懸命ね、あの、私のこと好きになって、どうやったら好きになってくれるんだろうか。あの人、私のことなんかそっけないから、それどうやったらそっけなくなる、なくなるんじゃないかっていうね。まあ、そうやって、どうやったら私が好かれるのか。どうやったらみんな私のことにね、こう、興味を持ってくれてって、そうやってどうやって、どうやってって考えなくていいんです。 ただ、勝手に向こうが自分を好きになるっていう生き方をするっていうことなんです。でまあ、そういうふうにですね、勝手に好きにならせるようにですね、人生を変えてみてください。まあ、それには何回も言いましたよう、ね、に、今日一日に没頭してください。めちゃくちゃ楽しんでください。五感を感じて生きてくださいっていうことでした。まあそういうことで、このチャンネルの動画でですね、あの、お話ししている、お伝えしたいこの言葉をっていうことで、 絵の横に書いてですね、あの、インテリアとして、あの、使っていただける額をですね、制作してますので、まあ、いろんな言葉をですね、あの、入れてますので、ぜひですね、なんかこう、ビビッとくる言葉をですね、あの、お部屋に飾っていただいて、まあ、ついつい忘れがちだったなーってね、思って、あ、そうそうってこう思い出していただけるようにお役に立ててみてください。で、あの、オーダーもですね、あの、受け付けてますけども、まあ、現在のオーダーの受付としては、あの、既存のね、あの、みんなの方に出品して、 ててていいる作品のののの中からあのあんままり書き込みみ量が多くないもののみ受け付け付す。すそして言葉はですね。皆さんがこういう言葉を横に書いてくださいって言っていただければあの短いね一言でもいいですし長文でもね今までオーダーを受けてましたあのたくさんの言葉を書いてくださいっていう方もいらっしゃったんでねまあ、それもあの受け付けてますのであのぜひですね本当にこう私をねあの動画だけじゃなくて絵の方でもお役に立ててみてくださいあの心込めて 一点一点こう限界でですね 手書きであの書いてますあの。印刷物じゃありませんので。そしてあの写真よりですね、やっぱりこう実物の方がね、全然いいです <laughs> あの。写真はちょっとね、なんか暗めに映ったり、なんかこう色がね、あんまりこう、ほんわかね、映ってなくて、ちょっとこう、暗めに映ったりしてますんで、まあ、本当にですね、こう実物を手にしていただいてねあの、飾っていただけたらなと思ってます。そして、あの、今までご購入いただいた方のご感想、レビューですね。それはですね、あの、コミュニティっていう場所のところに、あの、随時ですね、 あの投稿させてていいただいてます今まで本当にですねあのご感想いただいてありがとうございましたでそしてあのインスタの方にもねあのレビューっていうところをあのまとめてますので、まあ、どちらかで見てみてくださいあとですねあのアクリル画とかハンドメイド品とかもありますのでいろいろですねあの私をお役に立ててみてくださいでは今回もありがとうございました